よろしくお願いします。はい、そのお話を始める前にですね、まずとある18禁のアダルトビデオがあったんですね。でその作品がこうヒットしまして、で一応その作品を見たスポンサーさんから、ぜひ1分うちでやらないかと、でそういう話がありまして、で、この会社の社長さんに呼ばれましてですね、で企画が何かないか、でそれが発端なんですね。でそこから始まりまして、で、僕としては普通 その一般作でっていう話を考えていたんですけれども、やはりその18禁の中で何か面白い部分で作れないかとっていうことだったもんですから、でも自分のオリジナルが作れるんであれば、それは18禁であろうと一般作であろうと、オリジナルって魅力がたくさんこう内包してるもんですから、だったらやってみようと。それで一応こういう企画があるんだけれどもっていうことで一応一本提出したんですね。でそれがそのカイトっていうあの作品の企画だったわけです。でこのカイトっていうのはもともとその女性を殺し屋にしたこうお話っていうか、女性をメインにした、女の子を主役にしたその女の子にこびないアニメーションを作りたいって前々から思ってたんですね。でそのぜひアクションものでやりたいと、で今一応18禁ということで、いろいろそういう枠はあるんですけれども、自分のやりたい部分がやれるんじゃないかっていう部分がありまして、で前々から思っていたその女殺し屋っていう設定を生かして、なんとか一つの先にしたいと、でそれが発端なんです。そうですね、怪盗に関してはですね、自分でその例えばあらゆるパートを自分で担当して、でそれを一つの作品にするっていうのがまず一つの目標だったんですね。で、今はその例えばテレビシリーズなんかの場合だと完全に分業化して、そのそれぞれの方の特性を生かして、それを生かしつつこの作品を組み込むっていうのが一つのこうシステムの中で確立してるんですけど、このビデオシリーズの場合はある程度その自分のオリジナリティを表現するっていう場合は、ある程度その担当する部分、それを自分一人で担った方がより表現しやすいと。でその周りのスタッフに対してもそれをこう伝えていく過程で、最も合理的じゃないかなっていうふうに思ったんですね。でまた自分がこうやりたいっていう、例えばキャラクターデザインであったりシナリオであったりっていう部分をストレートに表現するには、自分の考えている頭の中のビジュアルはそのまま、例えばその他人に委ねるんではなくて、自分の頭の中、自分がそれをそのまま表現していった方がいいだろうと。ですからこれは別に苦労でも何でもなかったんですね。僕にとってはとっても非常にこうやりがいのある楽しい仕事だったと。随分前の作品なんで、そのどういう部分で苦労したのかっていう、その作品が完成すると苦労もこう全て楽しい部分の思い出が変わってしまうんで、あんまりそう覚えてないんですけど、特にその作品作りの過程で大変だったなっていう記憶はですね、そのシナリオといえば絵コンテなんですね。この部分がやっぱり一番その作品の中で重要な部分でして、シナリオと絵コンテの完成度がほぼ作品の8割方占めるとって考えてもいいぐらい、アニメーションの場合はそうなんですよ。でそれ以降の作品、いわゆる実務っていうんですか、作画に入って仕上げ、または撮影っていう部分は、ある程度その設計図があるとこう時間の中である程度こう流れていくものなんですけれども、そのシナリオと絵コンテっていう部分は非常に大事で、僕の場合はですね、そのシナリオと絵コンテがものすごく時間がかかってしまうんですね。ですからそのある一定の制作期間の中で、このシナリオと絵コンテで大概の時間を食ってしまうとなると、当然その後に残されたパートはこう救急の中でこう進めていかなきゃいけないっていう部分が出てくるものですから、その周りのスタッフに非常にこう迷惑をかけたっていう思い出がやっぱ残ってるんですね。ですから、僕の課題なんですけれども、もうちょっとシナリオと絵コンテの作業をこう便迅速に、かつ内容クオリティをある程度維持しつつこう進めたいなっていうのは常にこう思ってるんですよ。ですからカイトの時も、もうちょっと絵コンテが早く仕上がっていればもうちょっとスムーズにいけたかなと。でその分クオリティも、僕の場ではもうちょっとですね、作り手っていうのは常にこう貪欲ですから、ある程度できた作品っていうのはやっぱりある程度悔いが残るんですね、どうしても。だからそれは次にこう生かそうとするんですけれども、カイトの場合もやっぱりそういう過程があったものですから、もうちょっと自分の中の自分の作業を効率的に回せれば、もうちょっと後々の現場の方に時間を与えられたかなと、そういう反省があります。タイトルの由来はですね、その沢っていう女性の殺し屋と小栗っていう男の子の殺し屋が出てくるんですね。でこの2人が一応主人公なんですけれども、その殺し屋であるっていうことはもちろん依頼主がいるってことになりますので、その依頼主の命令によって全動かざるを得ない、それ個人行動ではないので、やはりこういう見えない意図があるだろうと。
で、それをこうタコに例えたわけです。それ操る人間がいて操られる人間がいる、その関係性の中で佐賀とおぶりっていう人間が存在していると。ですからその怪盗、いわゆるタコなんですが、結局そのラストではそのタコの糸を切って二人は羽ばたいていくという、そういう意味合いを込めて一応怪盗というタイトルにしたんです。サワ、Do you know what this man does? He kidnaps sweet young innocent girls. そうですね。その結末に関して、そのキャラクターの行く末に関して、僕の方で実はこうだって言ってしまうと、まあ、それで終わってしまうので、そこはその例えば見た人たちがそれぞれのその思惑の中でそのキャラクターがどう生き続けてるのかなっていうのをそのまましまっといてあげたいなっていうのもんですよ。ですからあの時点でおぼりはどうなったのか、でサワはこれからどうなるのか。っていう部分はその見た印象をそのまま持っていただきたいとっていうふうに僕は思ってます、はい、これはその意図的にやっぱり例えば、いろんなものを見てその周りにあるさまざまなものありますよね。例えば建物でも人でも何でもいいんですけれども、そういう部分に常にこう注意を向けてるっていうのが大事なんですね。でその部分で何かこう使えるものっていうのを必ず自分の中にストックしておく。でそれが引き出しになりますんで、で例えば自分でこうオリジナルを作るときにそういう部分を引っ張り出してこう構築していく。でそれは人にやっぱその自分がこう生み出すキャラクターなんで、やっぱりその本当に生きてるんじゃないかっていうのを思わせたいんですよ。で架空の一応絵なんですけど、二次元的なものなんですけれど、実際にこう存在してるっていうその存在感が欲しいの でそうするためにはどうしたらいいんだろうと考えるんですね。そうするとそのキャラクターがとりわけてやっぱ個性的じゃないといけないだろうと、でそうするためにはどうしたらいいんだろうっていう部分でこういろいろあらゆる要素をこう複合して一つのキャラクターが生まれていくと。だからカイトっていうその作品の中に出てくる登場人物もそういう中で生まれたキャラクターなんですね。そうですね、好きなようにやっていただきたいっていうのが率直な感想なんですね。それでそのビデオシリーズのカイトには縛られなくてもその独自の解釈でも構いませんし、そのなんて言うんでしょうね、カイトっていう一応そのオリジナルアニメーションがあるんですけど、その精神性みたいなものはある程度こう踏襲してほしいなとは思うんですけれども、あと表現の仕方としてはもう自由に、それはローコーエンさんの発想であったりアイデアであったりっていう部分をどんどん注入して、そのローコーエンさんのフィルターを通したカイトっていうのを作っていただきたいなっていうふうに僕は思います、はい。きっかけはやっぱりその子供の頃から絵が好きだったもんですから、一時期はその漫画家になりたいとかいろいろこう夢は持ってたんですね。でたまたまその入った専門学校がそのアニメーションの専門学校だったんですよ。でその僕の担当された先生がですね、タツノコの先生だったもんですから、でそこでそういろいろタツノコ時代のお話であるとかそういうもろもろの絵を見せていただいて、でまたその専門学校っていうのはいろんな情報交換の場でもあるんで、いろんな会社のこう情報が入ってくるんですね。そうすると例えばその今まで見聞きしたことのない情報であるとか、そういう部分でいろいろこう好奇心を刺激されるわけですよ。そうするとアニメーションって非常に面白いなと、また絵が動くっていう魅力も大変ありますし、で音がつく、もう映画だなと思ったんですね。もうそのアニメーションの魅力にどんどんハマっていったと、はい。気になった作品はやっぱ見ます。それと一応会社に入っていますから、周りにたくさんそういう、録画してる方だとかたくさんいますんで、そういう友達から借りてやっぱ見たりで、こう必ず耳に入ってきますんで、あの作品はいいよとか、この作品はひどいよっていう作品もこう見て、どういうふうにひどいんだろうとか、どういうふうにいいんだろうかっていうふうに必ず見ます、はい。アニメーションはやっぱりその仕事としてやっぱ見ちゃうんですね。ですからこう客観的な場合見るっていうことはできないもんですから、その同業者の作品を見ちゃうとやっぱりこう嫉妬してくるんですね。いい作品だとやっぱ嫉妬するし、だからそのあまりこの作品はいいよっていうのがちょっと悔しいっていう部分もあって、なかなかアニメーション作品でっていうのはちょっと難しいんですけどね、はい。ですね、僕の世代はやっぱテレビ世代なんですね。で僕が育ったその地域の環境にもよるんですけれども、やはり映画っていうよりもそのテレビの影響が非常に大きいんです。でちょうど70年代の日本のテレビドラマが隆盛の頃にちょうど思春期を迎えたものですから、あの時代のこのテレビドラマにどっぷりとハマっていたと。ですから僕の今のその思想的なものも含めて好みっていうのは、あの辺のこのテレビドラマの影響を強く受けているっていうふうに思っています。ですからその当時日本で放送していた刑事ものであるとか、例えば時代劇ものであるとか、ホームドラマ、あの辺が一番僕の中の核になっているんです。
ですね。で映画っていうのは僕がこちら東京に出てきて二十歳ぐらいの頃からこう見始めたっていうのが一番大きいもんですから、それ以降こう映画の洗礼を受けてきたっていう感じなんですよ。ですからまあ核の部分でやっぱり多分70年代のテレビドラマが一番大きいんじゃないかなと思っています。例えばですね、まあそのまあ、これも通俗的ですけど太陽に踊ろうっていうのもそうですけど、あと大都会であるとか時代劇でいうと紋次郎必殺シリーズ、その他ものもの、あの辺の70年代のもの、傷だらけの天使もそうですね、はい、どうもありがとうございます。これからも作品をできるだけたくさん発表していきたいと思いますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。